じゃあ王を惑わしてるやつを倒しに行きましょう。お前たちかとまだ切れてるんか。その熱すごい持つな。メディルさん知らないのよ。メディル、はい、王と会っている。あの男のことか、メディルって。なるほど。じゃあメディルと戦うと。なんだそれはと。なんだそれはと。変なもん見せやがってと。みたいな。お書きになった書状か。ムー大神官様のご意志には逆らえんし、やむをえん。どうだい。お、ナイス、開けてくれた。で、一回おっさん、おじちゃん、おじいちゃんにさ、なんか、おお、待っておったぞ、みたいなさ、言ってくれるんじゃないか、これ。横の入りが難しいのよ。あー、ダメか。こっちの弟子は、あー、まだ同じですね。じゃあもう、素直に会いに行けと。メディル。メディルの使いってことは、あいつはメディルじゃなくて単なる使いってことか。おお、いつだよ、偽物か。今度はどうやって城に潜り込んだの。ちょっといいやつ、いいやつっていうか、ユニーク聞いてるね。はいと。なんだそれはと。おお、これは、なるほど。大神官様に命じられてここに来たというわけか。そういうことならば、ここは通るがいい。王に粗相のないようにな。いいやつ。めっちゃいいやつ。大事な客人と話があるから下がっていろと言われたけど、いきなりそう言われるとどこで何してよいやら。確かに時間潰す場所ないんす。ない、全然ないね、ここね。まあ、ここら辺でちょっとスマホいじるぐらい。スマホいじってね、終わんねえかなみたいな。時たまこっから横をこうやって見たりしてね、まだやってんなみたいなね。でこっちに移動したりね。よし、行こう。どっかで見たことある王だな。さあ、お探しのものです。どうぞ手に取ってお確かめください。これも結晶か。違うわ。エビルバイブルか、これ。なんと、これは誠の。もちろんですとも。にわかに信じがたいな。まさかこんなものがまだこの世に残っていようとは。真実は常に目の前にあるもののみということです。んと。どうやら邪魔が入ったようですな。しからば私はこれにて。え、戦うんじゃねえのか。うむ、まことにご苦労であった。いずれ死者より礼を送らせよう。気遣い無用。それより成功を祈っておりますぞ。究極魔法。あの賞状を持ってきましたと。貴様らは何者だ。ここは旅人風情の入って良い場所ではないぞ。何、大神官より究極魔法の研究をやめさせるよう頼まれただと。年寄りめ。とにかく大神官にも言ったが、そんな無駄な研究など誰もしておらん。つまらん取り越し苦労に他人を巻き込むなと、今度はあの年寄りに伝えておけ。で、ちょっと様子見させてもらうと。あのメディルの使いとかいう男、言い知れぬ殺気のようなものを漂わせていたな。そういうお前もただものではないな。それがわかるのか。ちょっと拝見拝見。あ、ルーシアで寝て。究極魔法か。究極魔法、まあ、人体実験はしてなかったと。あくまでそのとんでもないパワーというか、圧倒的破壊力を持つ究極魔法、大陸を吹き飛ばすと。その魔法を研究しているということでよろしいか。この業界には王の幼馴染のディノという若くて優秀な神父がいたのだがな、王の考えに異を唱えて城を出て行ってしまったのだ。今頃どうしているかな。ここは
王の料理専用の調理場だ。どんな味がするやら一度でいいから王の料理を食ってみたいもんだよな。よし、毒入れよう。究極魔法の噂？興味ありませんね。一周。あー、ちょっと入っちゃった。いいとこでもあり悪いとこでもあるね、階段ね。あ、大臣大臣。メディルの使いはあらゆる書物を読んだと言われる博識なる賢者だ。私がその者にある魔法の書を探すよう命じたのだが、どうも様子がおかしい。前に会った時はもっと弱々しい男だったはずだが、今日の姿はまるで別人のようだ。え、使いが変わっちゃったってこと？いや、ディノさんの代わりいない。もうちょっと違う人がいたりするじゃん。一応来たんだけれども勝手が分からなくて、まあまあここ一応ここにいるというわけじゃよとかさ、そういうのないのかな。一応拝見させていただきましたが、うん、究極魔法は伝説の中に眠る魔法だ。そうやすやすと実現できるものではない。それが分かったらお前たちもさっさとここから出ていくのだと。これでイベントは起きない。いや、もう終わったっすけど、あれ、いや、なんか戦闘がないっすね。あれか、まあ火の塔行きますか。一応一イベント終わったんでどうかなと。いやー、まだかい。これでまた大神官のところにお使いに行くんか。橋。あ、イベントですね。なんだこいつらはと。なんて格好してるんだと。いやー、ずいぶん探しましたよ。私は大神官様からあなたたちを呼んでくるように命じられたものです。何でも例の魔法が完成しそうだとのことです。さあ、急いで大神殿へ。じゃ、伝えましたからね、必ず来てくださいよ。これ大神官が究極魔法やっちゃってるパターンとかじゃないの？あ、これ見せられる。あー、鍵すごいな、厳重だな。あれ、ちょっと待って、俺やっちゃった、テッシー部隊やっちゃった。これ王立魔法研究所へようこそ。署内はご自由にご見学ください。おー、なんかすげえ。あなた知っていますか？このオブジェは魔法の力で宙に浮いているんだそうです。詳しくはわからないですけど、お城が宙に浮いているのも。ああ、なるほど。このマジックボールは王立魔法研究所のシンボルです。ああ、すごい。まあ、触ったら怒られるやつだよ。すごい、ね、ここが個人個人の研究室かな。強力な、なるほどね。大陸をバシルーラーしちゃったと。まあまあ、確かに発想、そういう、なるほどね、頭いいね、そういう発想か。はいはいはい。と、妙な噂を聞きました。何でも王が究極魔法の復活を計画しているとか。古き賢者でさえ恐れた究極魔法、本当にあるとしたらそれはどんな魔法なのだろう。こんな狭い部屋だが、ここで仕事ができるのは選ばれた人間だけなのだい。狭くねえだろう。いや、狭、まあ、確かに狭いけれども、それが夢で来たわけでしょ、目標で。まあ、仕事場だから十分だよな、こんなんあったら。まあ、今これ、そうか、10年以上前、20年前か。そうね、何もなかったらあれかもわかんないけど、
今だったらもう余裕で仕事できるでしょ、こんなのだったら。ここあかんない。階段があって、で、こっちは出口。って感じか。はあはあ、ちなみに手前あんま見てなかったけど、手前ども。ああ、ここはちょっとしたホールみたい。ホール？ホールではないか。まあ研究者たちがちょっと同時に出てきたら、まあ喫煙所みたいな感じかな。うん。そんな感じでしょう。で、ああ、こっちに階段でしたよね。上がって、大切な話があってきたのに所長がおられないとは、一体どこに行かれたのだろう。所長がいない、所長がいない。うん、なんか良くないことが起きようとしている感じ、これ。所長、まあ所長室もそんな広くねえわ、これ。で、ここもドアがあって、お、所長じゃん。あ、おい、いた、いるよ、いるよ。今ここから町の人々の暮らしを眺めておったのです。町の人々は今でこそ平和に暮らしていますが、昔からずっとこうだったわけではありません。ほんの十数年前までこの国は年中敵国に攻められてばかりの弱小国だったのです。罪もない人々が家を焼かれ、人も殺され、この国にあるのは恐怖と不安ばかりでした。王が今国の強化に力を注ぐのは、そうした辛い過去があるからこそ。たとえ悪い噂があろうとも、私だけはどこまでも王についていくつもりです。その忠誠心は見上げたものですね。まあまあ、だから過去、そうだよな。これもしかしたら皇太后の手紙があればここに来れたかもしれないね。大神官の書状の前に。そんな気しますよね。理由としては今までの情報で全部わかるから、わかるから、わかっていたことだからね。なるほどね。まあ、とりあえず、大神官に会えって言ってたっけ？あ、さっきのさ、え？ああ、お前、なるほど。さっき、前回最後の動画ね。まあ、モブが消えて、モブっていうか、呼んできたやつが消えちゃったんだよ。大神官のとこ行けってことでよろしいか？早いんだよ、メタルライダー、お前。まあまあまあいいわ。ちょっと命令さそうになっちゃう。まあやってくれるとは思うんすけどね、そこそこ。はい、マリベルがちょっと硬くなった。よし。まあ言って武器がね、魔法使いといっても武器がちゃんとした。キアリー来た、苦笑い、ツッコミ、苦笑いとツッコミ、ツッコんで敵を一旦動きを封じるとかかな。ただ笑わせ師がすごい早いよね、上がるの。この分だと結構楽にいけたりするかな。ナイス。チャイナドレスでムチ。あ、通ってよいみたいな。あ、両方、なるほど。もうここは自由に通れるようになった
たみたいですね。これ大神官が究極魔法、いやでもわからんねえな。悪い噂立ってるのは確かだからな。マーディラス、ゼッペル、さあ、あ、いえいえ、目の前にどうじゃと。おお、待っておったぞ。よし、究極魔法を封じる魔法の、これが最後の調合じゃ。結晶か？絶対失敗、なんか失敗するパターンっぽいよな。ボーンとか言って、あ、準備完了。おう、完成の瞬間を見逃すでないぞ。ハードル上げる。これなんか入れたな。ムー、失敗のようじゃ。おかしい、わしの完璧な調合に間違いはないはずじゃのに。なんじゃこれは。おお、そういえばこれも入れるんじゃったな。おお、これも忘れとる。あれ、これもか。やばいやばいやばい、順番とか大丈夫かこれ。お前さん方、見ての通りどうやら魔法は失敗だったようじゃ。調合はほぼ完璧じゃったが、魔法というのは微妙な失敗でこうなってしまうものなのじゃ。微妙な失敗なのか。まあまあまあ、もう一度やり直しじゃと。王の見張りを続けてくれ、頼んだぞ。この行ったり来たりパターンは初めてじゃない？なんか落語みたいのでもありましたよね。行ったり来たりしてるうちに終わっちゃったみたいな。夜が明けちゃったみたいな。結局究極魔法とかやってねえんじゃねえ。単にマーディラスの王の、あ、マーディラスの城の兵士の魔法が強かっただけみたい。まあでも究極魔法っていうワードとメディルの使いってやつがいるから、間違いなく戦闘みたいのは起こるはずなんだよ。おー、いいね。笑わせし、稲妻使えるのいいね。ドラクエ6から職業制でね、このね、職業を変えてもあのその職業を使えるってのがいいよね。3だと魔法は覚えてたから、その点は良かったよね。まあ、賢者の悟りとかね、悟りの書か、手に入れて賢者にしちゃうっていう方法もあったけれども、これどうなるんだろう。ゴーゴーゴー。あ、いるいる。これまだ、こいつも待ってんのか。こいつも待ってんじゃん。わざわざここで見張っていて正解だったようだな。俺が誰だかわかるか。他人の名だが、メディルの使いといえばわかるかもしれんな。お前らに教えてやる。王が研究していた究極魔法はもう間もなく完成する。そして王はその呪文を口にし、やがて強い力に支配され、破壊の神へと姿を変えるだろう。破壊の神はこの大陸にある全てを滅ぼす。家も人も、そしてついには己自身も。どうして俺がお前にこんな話をするかわかるか。ここで死ぬからだよ。なぜなら
お前は、うわ、早い早い。メディルの使い、 いや悪魔神官じゃないですか。いやでもそんどうです、これどう思います、これ。言っていつも言ってるけど、こいつ一体じゃないですか。ほらガボも攻撃しちゃってるよ。メラミ、まあメラミは強い。お前メラゾーマ、なるほどね。メラゾーマやってこないのか、お前。メラ得意なのはメラゾーマだろ。メラミ、まあいいや、ちょっとやる。魔人斬り、バギクロス、テッシー、バギクロス、やるじゃな。安らぎ。ラディフォーマー、おい、やばいぞ、これ。これやばいっすね。これやばいよ、これ。ちょっと待て待て待て。回復。やばいって!やっぱこいつ!やっぱこいつ!強い、舐めてた。え、こっからな。今度ガチで死んでるわ。ちょ待って待って待って。まあまあセーブするけど、あの山賊の時と違うじゃん。山賊の時はさ、いや金預けといてよかった。いやあの野郎、缶オケこれ、いくら？たっけー、たっけー。なるほど、あいつやばくね。バギクロス、メラミ、なんだあれ、なんだあれは、なんか魔法トーンとかは効かないでしょう。魔法カンタやってたから。んー、眠らないやつ、これ上級職じゃないときついってやつか、もしかして。魔法着て、魔法捨てはないの、魔法捨てがないか。いや圧倒的でしたね。ちょっとま、戻ってか、こう金下ろしてくるわ。金下ろして、生き返らせる、まず。いや、なんかドラクエ3のバラモス戦最初みたいな感じ。あんぐらい圧倒的な差見せつけられましたね。確かにちょっと舐めてたよ、確かにちょっと舐めてたけど、いやディノ神父んとこじゃないのこれ。いやいや、一人ではさすがにやばいって。やだわ。あれ、お前カンオケ、カンオケどうしたと。戦争でもしたんかと。いや、究極魔法をなくしてあいつ一人で滅ぼせるって、やばいやばいって、これはやばいって。悲しいな、悲しいな、カンオケ。しかも道ちょっと間違えたし、動揺してます。どうだこれ、ちょっと転職さすがにしてきますか、これ別のやつに。 HP 高いやつ、魔法効かないっすもんね、こんなんじゃ。
転職してくるか、お金下ろすと同時に。いや、メルビン、メルビンにはマジ申し訳ないわ。船乗りにさせられて、一回も船で働いたことないのに。船乗りにさせられて、笑わせ師にさせられて殺されるっていう、どういうこっちゃと。テッシー殿、何をしたいんじゃと。730でしたっけ。3000ぐらいあれば足りるか。はい、どうぞ。何にお使いになるんですか。この人たちを、この人たちを生き返らせるためですと。あ、違う、生き返、バカ野郎、バカ野郎、ごめんごめん、変な、すいません、暴言多いっすね最近。ザオラがあるじゃん。ちょっと動揺しすぎだろ、動揺しすぎでしょ、動揺しすぎだわ。そのために一番最初に僧侶にしたんじゃん。何してんの、なんで生き返らそうとしてんの、ここで。動揺しすぎ、本当に。ちょ、あいつはもうダメだわ。魔法使いなんかやってたんじゃダメっすわ。ちょ、どっかで、まあ多分あいつとの一回でも戦闘ちょっともらえると思うんで。この野郎見てろよ、あいつも。203にしとこうか。ギッタンにしてやるかな。かったな、こんな野郎。ふちゃちゃ。あー、戦士、まあ戦士ちょっともったいねえけど戦士にするか。いや、ちょっと HP 優先で、あー、ちょっと行くわ。ここはもうプライド捨てるわ。じゃあテッシーも戦士にするだろうって。まあまあ、そこはもうやっちゃったんで、もうやっちゃったんで、ごめんな、メルビンさんよ。よし、行こうか。オッケー。これあいつメディルの使いびっくりするだろうね。全員ですかと。ガチガチに強くしてきたじゃないですかと。よし、行くか。ここじゃ多分頭ぶつけっから。金はちゃんと預ける。あ、そうしましたら、あいつの前まで行って、行くところから次回、動画始めたいと思います。一旦セーブする？セーブここでしといて、ダーマ神殿だから、とりあえずこれで勝てないってことはないと思うんですよね。勝てなかったらレベルとかが多分足りてない。あれ大神殿でセーブしてんだ。あ、違うか、さっきしたんか。ここに戻ってきたら戻ってきたで、ちょっと職業考えますわ。いや、これいけるよな。はい、ではあいつの手前から次回ね、次回の動画続けたいと思います。テッシーでした。失礼します。